今何分暮らし？ 10分ぐらい。そうですか。今何分？あと20分ある。あ、そう。まだあと10分。武田でございます。大変に暑いので最近は街頭演説はもう背広を着ないでですね、挨拶の腕まくりをしてやりますので、どうも失礼いたしますけどよろしくお願いします。ですね、今はまあ日本は非常にひどいことになりつつあるっていうか、もう半分ぐらいひどくなってですね、去年は日本人の所得、一人当たりの所得が30位、世界の30位になりました。かつて2位だったんでね、今から30年前2位だったもんですから、全然もう様変わりしちゃったんですよ。それで韓国の人とか台湾の人にも抜かれました。まあ、これで止まってればいいけど、一応あと30年後、まあ、僕らの子供たちが仕事する頃はですね、まあ、世界で70位ぐらいになる。そうするともう新幹線なんかも維持できなくなりますんで、まあ、相当変わった日本になるわけですね。で今までまあ日本がこんなに良かったのは、この豊橋の駅前もこんなに素晴らしくなったのは、この我々の世代が頑張ったからじゃなくて、我々のこう、お父さんお母さんおじいちゃんおばあさんが頑張ったわけですね。大体社会っていうのは少し時間がずれますから、やっぱり日本みたいな大きな国は時間がずれるんでね、やはり前の世代の影響を受けちゃうわけですよ。それで1990年までは良かったんですけど、まあ、その後やっぱり自民党が一番いけなかったですね。それまでの自民党って悪くなかったんですよ。非常にこうやる気のある人が多くて、しかもまあ今みたいに2世3世っていう人あんまりいなくてですね、やっぱりこれで日本を立て直すんだっていうことがありましたね。やっぱり戦後でしたから、まあそういう気持ちがあった。だけど今はもう2世3世で、もう最近変なことが多いじゃないですか。コオロギ食。ね、それコオロギ食はまあ昆虫食でもいいけども、それをあまり安全をチェックせずに給食に出したりね。最近では結構昆虫食の自動販売機がありますけど、あれなんか全部税金でやってんですよ、我々の。だから損しても得してもいいからやると。そういうのがあったり、この前の LGBT 法案もですね、まあいろんなことがあった。まあ日本はああいうの関係ないんですけど、アメリカの影響でやると。まあそういうことやってるわけですね。で、そういう自民党が本当に昔は日本のことを考えてやったのにやんなくなってしまったので、それで、まあ、ものすごい大きな痛手を今受けつつあるわけですね。それで、まあ、非常に具体的に言えば、例えば今消費税が多いからいけないなんつってるけど、消費税はですね、我々の給料のうちのほぼ10分の1以下なんですよ。ところが、我々が働いて本来もらえるべき給料の約半分が、今、外国に行ってるんですよ。それは当然なんで、外資をどん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 導入してきたんです。外資をどんどん導入したのはなぜかっつったら、政治家とかそういう人のポケットにはお金が入るんですよ。ですから、だけど我々はね、外資を導入するときに逆に国民は何が起こってるかって言ったら、銀行預金に利子がつかないわけですよ。銀行預金になぜ利子がつかないかっていうと、現在日本にお金が余ってるから、銀行が企業に貸すことができないので、銀行預金がほとんどないんですよ。つまり、外資を導入する国っていうのはですね、技術があったり、それから電力があったりするんだけども、お金だけがないっていうところが、外資を導入するのに、日本は全く正反対やってるわけですよ。お金はたっぷりあって、国民に銀行の利子も払えないのに、外資を導入してるわけです。まあ一番ひどくてはっきりしたやつは太陽光発電ですよね。あれ、ほとんどの日本の太陽光発電っていうのは土地を、日本の土地を貸して、日本の太陽の光を上げて、パネルは中国製を使って、企業代は中国ですよ。ほとんど全部がそうです。で、こんなことをずっとやってたらね、それはまあもちろんダメになると決まってるんで、ダメになるようにやってるってことなんです。今大体日本人の標準家庭の給料が年に460万なんですけど、大体それに相当する、まあ、500万くらいが外国に行ってるんです。それからもう一つは、税金とかそういうのがどんどん増えて、今日本の国民負担率って 50% もあるんですよ。つまり100万円働いたら50万円は役所の方に行くわけですよ。まあ、保険とか年金とか全部入れてね。で、これは雇用学者が言いますとね、ヨーロッパなんか 40% くらいだって言ってますけども、ヨーロッパはね、社会保障がものすごく強いので、そういう社会もありますよね。
役人の数が国民の 30% から 40% いるんです。その分だけまあ社会保障ばっかりしてるわけです。そういう考え方もありますよ。日本はね、国民の数のうち役人の数が 10% ですから、 10.7 ぐらいですか。ですからそんなね、国民2人ずつが半分になるようなことないんですよ。それは何かあったら補助金を上げ、あ、まあね、これ我々も悪いところあるんだけど、例えば幼稚園無償化なんつって、また大阪なんかはいいいいっつってるけど、あの無償化っていうのは、政治家が無償化っていうときは政治家の金を払わなきゃいけないのに、我々の払った税金をこっちからこっちに回すっていうだけですからね、何の意味もないんですよ。そうこうしてるうちに次々と税金が高くなったということで、これはもう我々の子供とか孫たちのためには、僕なんか全然学者で何も政治家なんかあまりできないんだけど、一応去年立ってですね、頑張ろうと思ったわけですよ。今年はこれで僕は6月3日が誕生日だから、この前80歳になりましてね、こんな炎天下で演説したら老人保護法に違反するんじゃないかと思うんだけど、まあやってるわけですよ。ところがね、僕はね、去年演説で気がついたのがね、これお金の問題じゃないなと思ったんです。いや、実は演説する間にね、30年後、まあ日本が70位になる、その時の日本の企業の雇用数を調べたらですね、驚くべきことにね、80万人ないんですよ。っていうことはどういうことかって言ったら、去年生まれた子供が80万人を切りました。79万何千人。だから少子化対策をやらなきゃいけないし、またそこに税金を投入してますよ。少子化対策を取るんだったらば、それだけ分の職業を用意するような政策を取らないと、どん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 日本の政策を外、なんていうかな、工場を外国とかそういうのにやっとって、したらないんですよ。80万人就職するとこがないんです。これ簡単に言えばどういうことかっつったら、お母さん一生懸命勉強しろと言ってると。ほんで、お父さんは何してんのって、いや、お父さんここにいますけど、別にサボってるわけじゃないけど、結果的にはね、政治も含めた結果的には、お父さん酒飲んでただけだってことになるわけですよ。したら子供たちは一生懸命勉強して社会に出てちゃんと勤めようと思ったらないじゃないですか。じゃあ勤めるとこがないと。じゃあどうするんだと。今ね、ものすごい計算なんですよ。我々の子供たちとか孫たちが就職するときは中国のコンビニの店員だってんですよ。まあ、それは、所得が逆転しますからね。今までは日本のコンビニに外国人がいたけど、あ、今から30年あったら逆転するし、就職先がないわけですから。で、これね、もう一つ非常に重要なことで、まあこういう直接的にお話しなきゃよくわからないことなんですが、東芝がもう今度なくなって買われますよね。東芝っていう会社はね、いい会社だったんです。どういう意味でいい会社だったかって言ったら、日本の会社だったんですよ。当たり前ですけど。日本の会社で日本の株主だったわけ。だから日本のためには必要な仕事をやってたんですよ。その一つが例えば蒸気タービンですよ。蒸気タービンの仕事なんか非常に地味な仕事で、その国の基礎的な産業とかエネルギーとか電力を支えるような技術なんですよ。ところが儲からないんです、これは。儲からないというか、まあ、カスカスでやっていくような仕事なんですよ。だけど地味な仕事なんです。そういうのを三菱重工とか東芝とか日立がやってたわけですよ。それは日本の企業だったから。ところが東芝の株主が 50% を超えたんですよ、外国の株主が。やめちゃったんですよ。蒸気タービンをやめちゃった。そうするとね、蒸気タービンを日本で作るとこがなくなったらどうするか。今度外国から蒸気タービン買わなきゃいけない。そういう基礎的な工業を日本で失ったら、技術者もそうですけどね。技術者もそうなんですよ。実は高等学校で物理を勉強してる、生徒っていうのは昔は 100%、ほとんど 100% じゃない。今 12% ぐらいになっちゃった。もう漫画とかそんなこといくらやったって日本は支えられないんですよ。これ国も小さいし資源もないから。やっぱり日本の若者はやっぱり技術をある程度やってくれなきゃいけないし、企業は日本のためと思ってやってくれなきゃいけない。日本人はそういうところがあったんですよ。だから東芝とかそういう儲けだけじゃないんです。ところがもう最近儲けだけになってしまって、外資が入ると特にそうなんですよ。まあ僕もね、この前まで外資の資本が 30% ぐらい入ってる会社の役員をやってたんですけどね、なんか変な銀行が来てね、従業員に、この会社は従業員に金を配りすぎると。もっと株主配当率を上げろって言ってくるんですよ。で、僕はね、いや、この会社は日本人のためにあるんだから、そんなことはできないって言ったんだけど、そういう圧力が具体的にかかってくる。それにもかかわらず、まだ東京証券取引所は、
今年も制度を改正してプレミアム市場とかスタンダード市場とか作って外資導入をまだ進めてるんです。こんなことやってたらもうどうにもならなくなっちゃうわけですね。それが一つなんで、それはぜひ、今何分ぐらいし10分ぐらいそうですか。これが第一点で私言いたいんですよ。やっぱり我々の親の責任としてせめて子供たちの職業ぐらいは確保しよう。まともな重工業とか今ね、ほらもう重工業ないでしょ。電気産業ほとんどないですよ。もうパナソニックはまだ生きてるけど、ソニーなんかなくなっちゃった。あ、ソニーじゃなくてシャープなんかなくなっちゃったですよ。あれね、日本の電気メーカーで一番良かったんですよ、技術が。それがもう今台湾ですから、どん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 なくなって、それで電子工業も NEC とか富士通の従業員っていうのは、この30年で半分に減っちゃったんですよ。昔は増えてたんですよ。そしたらもう重工業ない、電気産業ない、電子産業ない。今度自動車産業はこれ、電気自動車になったらね、トヨタとかホンダとか半分くらいになっちゃいます。そしたら我々の子供は一体どこに勤めるんだろう。勤め先がないじゃないですか。もう繊維とかそんなやつは日本では工業できませんからね。だから、結局我々はちゃんとしたそういうイメージを持って、日本の大人として子供のための職業としてどうするのか、どういう教育をして、技術者をどういうふうに、でね、教育もひどいんですよ。最近ね、最近というかごく2、3年前からね、英語教育が小学校で始まったんですよ。あんなんなんかまあ冗談じゃないんですよ。なぜかったら、それは英語のコミュニケーションが大切だ。外国に行くときには英語喋れた方がいい。こんなのは寝言なんですよ。もう今は5年経ったらね、今から5年経ったらもうスマホが全部同時通訳やるんですよ。もうね、これから数年経ったら、アメリカのニュースウィークとかニューヨークタイムズなんかもスマホで開ければ日本語で出てくる時代になるんですよ。それが全部できるようになる。で、さんまさんのがやってるポケトークみたいなもんですよ。だから今までは英語を喋れるからイギリスに行けるけど、ハンガリーには行けないなんてことあったけど、これからは全部それで全各国をね、できますから、必要がないんですよ。ところが、そうなろうとしてるときに、小学生に英語教育を導入したんです。これなんでかっつったら、例えばですよ、例えば、小学生にもうちょい礼儀正しくするように、道徳かなんかの教育やりましょうかとなるでしょ。教科書書き直すだけですから、全くお金が入りません。地方教育新教、僕もいいだったんですけど、入りませんよ。ところが、全国の小学校に英語教育を始めるっつったら、英語の機材から、英語の先生から全部必要でしょ？がっぱりですから。だからね、教育界でもお金次第になっちゃった。もちろん無償化なんで全部無償化じゃありませんが、税金化ですからね。だからどん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 増税になるの当然なんです。だけどね、問題は、これに賛成してるのが国民なんですよ。だって、自民党がずっと相変わらず第一位だし、もう一つの問題は僕もそうで反省はしてるんですけどね。かつて日本の政治が良かった時は、投票率が75から 80% で、まあ、みんなでいわば議員を投票してたんです。ところが政治が悪くなるとともに、本当は政治が悪くなったら選挙権が大切なのに、政治が悪くなって今50から 45% に下がっちゃった。僕もそうなんですよ。小選挙区になったし、なんか投票率に行ってもいい、ろくなのいねえから、もう嫌だっつって行かなくなった。その報いを今受けてるわけですから、僕らが投票に行かないのに、税金が高いとか、外国の資本が入ってて、給料が上がらないなんて別に文句言ってもしょうがない。僕らは。だけど今投票権のない子供たちはかわいそうですよ。ね、親父ちゃんと将来の勤めがないって分かってたのに投票も行かなかったのってこうなるから。それが非常に問題だと思います。ということで半分ぐらい済みまして、まず第一点はそれを私言いたいんですけど、もう一個はね、日本の文化っていうのはですね、5万年前からなんです。5万年前から縄文時代までの間っていうのは日本は教えないんです。文部省に、近隣諸国条項ってあって、その時代っていうのは日本には遺跡がたっぷりあるの、1万2000もあるんだけど、中国に遺跡がないんですよ。だから日本の方が先行してるの。日本が先行していることは絶対日本の子供に教えないっていうのは近隣諸国条項なんです。全部検定教科書に引っかかっちゃって載せられないんですよ。だけどまあ、それは今日の話じゃないんだけど、5万年前からずっと日本があって、16,500 年前から縄文時代に入って、そして各々たる歴史を経てきたわけですよ。
2000年間同じ国だった、同じ日本という国の名前だったというのはもちろん世界で日本だけなんですよ。ただ1カ国だけです。日本の次に国が長いのは500年ですから。だから日本がどんなに古い国でどんなにちゃんとしてたかってことは分かりますよね。そして日本文化だけが奴隷がいなかったんです。奴隷が一つもいない大きな国って日本だけなんですよ。つまり日本というのは全員が同じなんです。日本国に住んでたら全員が同じ、そういうふうな国っていうのは日本だけだった。だからまあ日本が2000年も続いたんですね。まあ天皇陛下がおられたのが非常に良かったんだけど、まあ結果的にはとにかく2000年続いた。奴隷がいない。それからもう一つはね、神様、各国神様いるんですよね。まあエジプトだったらアポロとか、アポロンかな。それからギリシャだったら、いるわけですよ、ちゃんと。それは全部日本以外の大きな国の神様トップは全部筋骨隆々の剣を持った男性なんです。なんでそうかっつったら、日本以外の国の人たちがいいこと、人間として立派なことっつったら何かっつったら、力があること、金があること、知恵があること、これを偉い人って言ってたんです。今では日本の小学生でも取り柄を小学生の先生が教えるんだけど、もうすぐ変えてほしいんですけど、現在の日本では取り柄はね、やっぱり勉強ができること、ピアノが弾けることとか、足が速いこと、こういうことをね、取り柄って言ってるんです。だから今の子供たちは取り柄ったらそういうのが思い浮かぶんです。日本は全然違うんです。日本のね、元々の教育方針っていうのは、一番一が自覚、人格なんですよ。当たり前なんですけど。能力があるのが偉い人じゃない。人格が高い人が偉い人だ。人格ってのは簡単に言えば、誠実さと恩義なんです。日本の重要な徳目は、つまり嘘を言わないこと。嘘を言わないっていう誠実さがまず大切。それから人の恩義を、ちゃんと感じること。これが二番目に大切。だから人間として立派っていうのは、力が強いことじゃないと。そういう力とか知恵とかそういうものじゃないと。成績がいいとかそういうことが人間が偉いんじゃなくて、人間として立派なものが偉いんだっていう、そういう考え方です。だから日本だけ何が違うか。教育でもね、日本は子供は神の子って言ったんです。子供は神の子ってのはどうして言ったか。7歳まで大人が教育にタッチしなかったんです。日本は。大人と子供と比べるとどうも子供の方が偉いって言うんですよ。偉いっていうのは漢字が書けるとか算数ができるんじゃないんですよ。嘘をつかない。子供の方が嘘の比率が低い。嘘の比率の低い子供に、嘘の比率の高い大人が教えられるかと。言うんで7歳まで子供は神の子って言ったんです。ヨーロッパは全く180度違います。小学校の先生が無知を持ってます。なんでかって教育によって野獣の子供を人間にするって言うんです。だから嘘も平気でつくんですよ。日本は嘘つくのが一番いけない。それから、今度はそれが誠実っていうもんですね。日本人が大切にした誠実。日本人が大切にした、その恩義っていうのは何かあったら、就職するときにね、今の学生ってね、就職するときにね、自分のやりたいこと、給料が高いこと、これがいいと思ってる。で、就職できないでしょげてるから、君何しょげてんのって言ったら、いや、その、いいとこないんですよ、先生。給料は安いし、自分のやりたい仕事ができ、なかなか見つからないんですよ、と。だから僕は彼に言うんですよ。日本の仕事はそうじゃないんだ。日本の仕事は恩返しなんです。最初、とにかく社会に出るときは恩返しなんです。自分が生まれてから20歳、まあ今だったら20歳ですね。昔だったらまあ12歳か13歳。その頃になるまでに、あなたが誰に生まれて、誰によって生まれて、誰によって育てられて、ご飯を食べて、魚を食べたか。魚を食べるためには漁師が荒い海でも命をかけて漁に行くから食べられるんだ。道路が舗装してある。舗装してあるのは夜中に作業員が臭いコールタールを巻いてこうやって整地してるからできるんだ。君は20歳まで人の世話だけになってきた。これからその恩を返すんだから、最初はできるだけ給料が安くて、それで自分の嫌な仕事もいいって。そこに行けと。そしたらそれをやってる間に自分が20年間、もらった恩を返すことができる。そして世の中もわかる。それから自分でやりたいことを、給料のある程度いいとこに探していったらいい。学生はそうしますよ。必ずみんな満足します。同窓会で来た学生は良かったと。
あの忠告があったから、それ日本の文化ですから、日本人の心を持ってるんですよ。まだ、あの学生でも持ってるわけ。これが大切なんです。ところがね、ちょっとこの話は何分？あ、そう。この話はね、ちょっと皆さん、ちょっと向かってくる人もいるから、ちょっと慎重に話しますが、保育園ね、ある時に、まあこれ名古屋大学なんだけど、名古屋大学でも経営委員かなんかやってて、なんか15人ぐらいの先生で学長と一緒にやってたことがあったの。その頃ね、名古屋大学で保育園を作ろうっていう、提案があったんですよ。で、副学長かなんかがね、4000万円で、翌年の4月から作ると。ね。あ、ちょっと、保育所作るの遅れたけど、大学中はなきゃいけないと。お母さん、理由はね、お母さん忙しい。お父さん非協力的だっていう。そういう話で。大体あらかたの先生は賛成ですよ。で、僕はちょっとおかしいと思ってね、手を挙げてね、ちょっと質問がありますと。保育所に預けられる赤ちゃんは何つってますかって聞いたの。したらね、大体そういう時でアホ教授がいてね、それがまあ引っかかるんだけど。武田先生ね、赤ちゃんは言葉喋んないから分かんないじゃないですかってこう言ったの。それで僕はね、いや、だから大学には育児学もあれば、生物学もあるし、社会学もあるし、みんな学問の先生いるじゃないかと。今までの育児の経験もあるじゃないか。お母さんに育てられた方がいいのかを、赤ちゃんはですよ。お父さんに育てられた方がいいのか、それとも保育所に預けられた方がいいのか。それはちゃんと赤ちゃんのことを考えなきゃいけない。これは以後はムカッとする人いるからね、その時はね。お母さんが忙しいから育児ができない？忙しいって育児ができないったら産まなきゃいいじゃないですか。赤ちゃんは自分の意思で生まれてきたんじゃないんですよ。お父さんとお母さんの意思で生まれてきてるんですよ。お父さんとお母さんが忙しくて育児ができないって言うんだったら、それで赤ちゃんが、お母さん、お父さんに育児されたいって言うんだったら、忙しければ産まなきゃいいし、育児できりゃ、それが人間の誠っちゅうもんだと。こういうふうに言ったんです。そしたらね、保育所計画がなくなっちゃったんですよ。これでも偉い文句言われましてね。武田先生があの時変なこと言ったから預けようと思ったのに。だけどね、この問題は実は日本には今までなかったんです。日本という国はね、どうしてよかったかったらね、声の小さい人のことを聞いたんですよ。必ず声が小さいからつって、力がないからいいと無視するんじゃない。ね、赤ちゃんは声も出せない。その代わり、ちゃんと大人が考えるってことができた。いや、実はね、保育学の最新のデータから言えばですよ。何がいいか分かんないんですけど、保育学の一番最新のデータから言えば、3歳まではお母さんなんです。3歳以降は、兄弟も少なかったり、それから外で遊ぶような環境がないところでは、保育所の方がいいって言われてます。ある学問ではね、それが本当かどうか分かりませんけど、だけどそういうのを参考にしなきゃね、お父さんはダメなんですよ。僕らね、人間っていうか、高等哺乳動物のオスっていうのは、ろくなことないんですよ。お父さんはね、子供を殺したくなるんです。これはね、子殺しつってね、50年ぐらい前、70年ぐらい前かな、京都大学の霊長類研究所がハヌマンラングンっていう猿の研究をしてたらね、自分の子供を殺すんですよ。父親が。それでもびっくりして調査が始まったんです。で、そのうちね、それは普通のことだってことが分かった。特に高等哺乳動物は多いんです。例えば、熊ね。熊はどんな感じかっていうと、熊はだいたい母熊と子熊が2匹で、だいたい生活してるんですよ。で、まあだいたい川沿いですから、やや低いところで生活してるんです。そして山の上からね、父親がこう越えてくるでしょう、時々。2週間に一遍ぐらい。そうすると母親がまず何するかったらね、子供を隠すんです。大急ぎで。父親が殺すから。それを防ぐために。でね、僕は、だから父親が、育児しちゃいけないというふうに決めつけてんじゃないんですよ。そのくらいの知識はちゃんと使って子供を接してくれって言って。要するに子供が何も言わないから、お父さんも育児したらいいって話があるんですよ。お父さんも育児したらいいって言うのはね、子供のために、お父さんも育児したらいいって言うならいい。だけど、お母さんと男女平等だから。あなた何言ってんだ。男女平等ってのは両親の問題であって子供の問題じゃないですよ。子供はお母さんが見てくれるかお父さんが見てくれるかどっちがいいかっていう問題ですよ。
その子供の問題を男女の争いの問題に巻き込むなっつってるんです。これは日本文化には実はなかったんですよ、今まで。必ず日本文化っていうのは、その、なんていうかな、その人のためを考えた。例えば男女もね、男女は、日本は絶対男女平等とか、男女共同参画なんか絶対言わなかった。女の方が上なんですよ。日本の場合は。だから、全部稼いだ金は、家内に渡すんですよ、結婚すると。戸籍があるのも、日本を中心とした国、7カ国しかないんです。世界で200カ国ありますけど、戸籍があるのは7カ国、日本の関係の国だけなんです。日本だけが戸籍を作ったんです。なぜ日本が戸籍を作ったかって言ったら、家庭を守るためなんです。家庭というものを、ヨーロッパには家庭という概念ないんですよ。いや、結婚しても全然戸籍なんかないんです。だけど日本は全然違うんだ。親父とおふくろと子供の3人で、3人というか、何人かで家庭を作る。もちろんね、ヨーロッパのアメリカの変な理屈はね、なんかね、家庭のない子供もいるんだとか言ってくるんで、そうじゃないっつってんの。日本の考え方はそれはあると、そういうこともあると。だけど、日本人を作るためには、母親、父親は結婚して、できるだけ離婚せずに結婚して、そしてその家庭の中で、子供が健やかに育つということを中心にしようって。それで戸籍を作った。男の名前とか女の名前とかそんなきついこと言ってるんじゃないんですよ。それでその中で育つっていうことですね。だから、アメリカなんかそれがないから、18歳になったら、家を出されちゃうわけですよね。それで、18歳になっても両親と住むためには、家庭裁判所の了解がいるんですよ。判決がいるんです。実は息子にはこういう欠点があって、一人では住めないから、両親と一緒に住むから、家庭裁判所にいいかっていう申し出をするんですよ。判決を受けて住むんです。全然日本と考え方が全く違うんですよ。そういう考え方を入れたらダメになっちゃう。それで、僕なんかも結婚して、僕なんか年取りだから結婚してもう54年。よく持ってるでしょ、54年も。金婚式。まあ、最初はね、もらったら僕なんか古い男だから全部家内ですよ。そしたらありがとうございますくらい言ってくれな。そのうち、はいって取るだけ。最近では薄いわねってこうなると。だけどそれでもいい。日本の男はそんなことへこたれない。なんでかっつったら、日本の男性も、お母さんと同じように、ちゃんと立派な家庭で子供を育てるのを本筋とする。子供いなくなって全然構わないんですよ。これが難しいんですよ。そしたら私が子供がいないなんて誰か言うから。違うんです。人間とは全部群れなんです。個人は全然関係ないんです。豊橋に子供がいなかったら僕らはこういうビルも作らないし、新幹線も作らないんですよ。だってあと30年だったら終わりになっちゃうから。我々が新幹線を作ったり、ビルを作ったり、道路を保存したりするっていうのは、我々に子供がいるからなんです。この時に我々が2なんですよ。私2じゃないんです。これが人間という種族の、一つの人間ばかりじゃなくて他のもいっぱいいるんだけど、そういう種族の特徴なんですよ。個人じゃないんです。個人じゃなくてみんなが栄えれば自分も栄えるっていう考え方なんです。それでね、だから日本は全然違うんですよ。例えば平安時代に男女の問題ができてね、出てね、女性をちゃんとしなきゃいけないっつって、その時やったのは男性側にハンディをかけたんです。これも世界で初めてですよ。女性と男性が同じことすれば必ず女性が被害を受ける。だから男性にハンディをかけて同じくしようってやったんです。旧世紀にできました。で、平安時代には男性は戦に出ること、田を耕すこと、記録文書を作ること、この三つしか許されなかった。あと全部女性が自由になった。もちろん世界で日本だけです。ですから日本には紫式部が現れた。清少納言もそうだ、泉式部もそうだ。なんであんな10世紀に女性が筆を取れたか。あの頃女性が筆を取るのはとんでもないことですよ。女性はほぼ奴隷状態ですから。だけど筆を取れたんですよ、日本だけが。それで、源氏物語は西暦1000年にできた。その後、日本以外の国の女流作家は700年遅れた。1700年にフランスにアクラベーンという作家が現れる。女性の作家がね。700年も差があるんです。それも夫が死んでから書ける。日本の女性がどんなに高い地位だったかってことなんです。それを今頃になってね、女性共同参画とか言ってるんですよ。これで女性と男性が同じことしろと。テレビ出たら変な女性の党首が出てきて、僕に、武田先生は古いと。女性と男性を区別してると。
区別するべきなんですよ。違うんだから。ところが、同じことしろって言うから、そうですか？本当にあなた女性と男性が同じことした方がいいと思ってんですかって聞いたら、そうだっつった。それがトリックなんだ。それで僕こう言ったんですよ。じゃあ、一番最初に僕に子宮をつけてくれっつった。子供を産むっていう仕事が一番大切な仕事だ。子供を産むことがなかったらこの世の中は終わってしまう。だけど僕に子宮をつけるって運動をあなたなんでしないんですか？男は子供を産めないんだから、ものすごく大きなハンディがあるじゃないですか。それを差し引いて、差し置いてね、男女を同じくすると何言ってんですかって言ったらね、その後彼女は一言も言いませんでした。だって言えませんよ、それは。だから日本は、その、戸籍もそうだし、本当はね、だから戸籍がちゃんとして、親父がちゃん、本当はね、日本の親父ってのは概念はね、考え方はですよ。結婚したら、妻から働きに出される派遣労働者なんですよ。男性って派遣労働者なんです。だから、別に労働法に、違反しないんですよ。僕なんか会社と経営してて、会社から金もらうでしょ。それを妻に渡したら贈与税ですよ、これ。ヨーロッパ的考えで言えば。贈与ならないんです。なんで贈与ならないかって言ったら、僕派遣されて出てるからなんですよ。である時にテレビね、出てたらね、人生相談があってね、なんか男の人がね、妻には部屋があって、台所もあると。ね。それから子供には今度子供が作ったと。僕の部屋はないって言うんです。おかしいんじゃないか。男女不平等じゃないかってこう言うから、いや、それでいいんだと。あなたは結婚したらね、派遣労働者だから、当然家にはありませんと。ね。だから外にね、ちゃんとその代わりにね、飲み屋が用意されてるから、そっち行ってくださいと。こう言いましたよ。ちゃんとね、日本のシステムは日本のシステムなりに、ちゃんと整ってるんです。全部の考えが整ってる。一部だけ取って、なんで男が給料もらってそれを奥さんにあげなきゃいけないの、そういうことじゃないんですよ。全体のつじつまが取れてる。まだだけど、つじつまの取れてないことがあるんです。それはね、僕は言ってんだけどね、ある家庭、ある家庭でね、あるみぞれの日に、僕みぞれの日のおばあさんっていう話なんですけど、あるみぞれの降った日に、親父が、車に乗って仕事に出ていく。銀行員かなんかで。その後しばらく経ったらおばあちゃんでもおばさんでもいいんだけど、みぞれのあれで滑りながら野菜を買いに行く。ね。これね、一番大きな男女差別なんです。今の日本の。昔は全部家内の奥さんにお金渡したからそれでいいんですよ。銀行員が銀行から金をもらう、給料をもらうのはただ形式だけで、お金は、お母さんに行っちゃうんだから、これ、つじつまが取れてるんです。だから今ね、なんかね、もらった金は自分の金でなんか生活費渡すのも知ってるでしょ？そしたら何をやんなきゃいけないかったら、銀行で金を数える仕事と、それから、みぞれの中を野菜を買いに行く仕事と、どっちが人間にとって大切かってやんなきゃいけない。絶対に日本の考え方だったら野菜買いに行く方が大切なんです。そうしなきゃ家庭のみんなの健康は保てなくて、結果病気になって銀行にも行けないわけだから、その気持ちが日本にはあったんですよ。しかもこれはもう家庭全体にあったわけですよ。お母さんは、24時間365日労働なんです。子供が夜中に熱出してもちゃんと起きてやるんですよ。その時に母親はね、5時までですからとか言って、もう就業時間外ですからなんで、ほっとくってことないんです。だから24時間365日働いてる母親は、なんで労働基準監督局は文句がないんだって一回電話したことあるんですよ。じゃあ何すかと思います？労働契約はないから。あなた、戸籍ってことよくわかってないんですねって僕言ったけど、まあそうなんですよね、実際は。そこに現在の変なのがある。なぜか。例えば一番最初に、日本は、誠実とか、恩義の重要視する。ヨーロッパは力とか金を重要視する。そういう社会。それから日本はお母さん大事にする。ヨーロッパは一人一人。これの社会の中で、ヨーロッパの悪い文明をどん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 入れたから、今の我々の苦労があり、日本の衰退があるわけですよ。向こうの工業は僕まあ工場にいたからね。アメリカとかの工場はね、どういう風になってるかって言ったら、工員がこうボルトを締めるでしょ。隣の工員がボルトを締めなくても平気なんです。
一人一人が会社と契約してるから。自分の仕事をすればいいんです。日本は全く違うんですよ。隣の行員がね、ボルトを締め忘れて、おいお前、ボルト締め忘れてるちゃんと締めなきゃって言うんですよ。これが非常に大切な日本の文化だった。だから日本が強かったんです。この頃ね、首相がね、実力主義に変えていくって言ってましたよ。したら最近はもう日本人ね、実力主義の方がいいかなと思う人がいるんですよ。日本は実力主義じゃないんです。日本は人間主義なんです。実力に関係なく人間はちゃんと生きるべきだっていう考え方。ただ実力に応じて仕事は決まるんです。それはしょうがないですよ。まあ僕は大学の物理の先生ですけど、大学の物理の先生が電気とか機械がわかんないんじゃね？ダメだから、そういう人を大学の物理の先生には当てる。これは実力に応じて仕事を変えるだけですよ。大工の上手い人は大工ですよ。全部そういうふうにそれを分ける。それはいいと。ただですね、これ日本人の昔の考え方も、なかなか我々ピンとこない時多いんですけどね。日本人はこう考えたわけです。実力によって美味しいものを食べていいってことはない。実力のある人は美味しいものを食べ、実力のない人は美味しい、まずいものを食べるなんてそんなことはないっていうのがね、日本の考え方。だから市の交渉でも、武士はお金を取らなかったわけです。米しか取らない。一番貧乏なのは侍だったわけですよ。偉いのは侍だけど、貧乏も侍だったわけです。侍は内職で暮らしてたわけですよ。なぜ侍が内職で暮らしてたか。商人の方がなんとなく社会的には蔑まされたけど、いいものを食ってるのはなぜかったら、日本の文化は全く違うんですよ。人間という捉え方が違うんです。それで日本の場合は、サラリーマンも最初は実力主義じゃなかったんです。会社は実力主義じゃないんですよ。年功序列だったんです。年功序列ってことはどういうことかって、実力によらずに給料一緒ですよ。これが基本的な年功序列です。少しは工夫しますからね。1.2 倍から 1.6 倍っていう範囲があったんだけど、まあそれはそうなの。考え方はそう。なぜか、実力によって美味しいものを、実力のあるものが美味しいものを食べ、実力のないものがまずいものを食べるんじゃないと。人間は20歳、30歳の時よりか、50歳、60歳の頃にいいものを食べた方が人生が充実するだろう。だから年功序列なんだ。年で給料を決めるんだと。一見不合理に見えるけど、こっちの方が合理的ですよ。人間は若い頃は少しぐらい我慢ができる。それから将来はちょっとだんだんいい生活ができるという夢もある。それは実力によらないで、その本人一人一人の集合体が日本なんだから。だから一人一人の実力がどうだなんて言うことはないっていうのがね、基本的な考え方。ついこの前まで日本は年功序列だったんです。今で年功序列とね、古いとかね、おかしいとか言う人がいるんですよ。おかしいっていうのはどういう考えでってことです。ヨーロッパとか中国みたいに、もう奴隷がいて力のある人が優遇されていいならそれでいい。それは考え方だからどっちが正しいかわからない。だけど日本人はそうじゃないと。人間の偉さはそうじゃないと考えたところにある。これを崩そうとしてるから、現在の日本の低落があるわけです。私が若い頃なんかはまだね、そういう年功序列の時代で、みんなで一生懸命子供を育てた時代でしたよ。それが日本を支えてたわけです。で、必ず日本文明の方が力とか金で決めるようなヨーロッパ文明が上ですよ。間違いなく。だから上はね、上の文明の人が下の文明なんか習う人ないと思います。ぜひ、皆さん私はね、少なくともそういう日本文明のいいところ、犯罪がものすごく少ないでしょ。日本社会って10万人あたり殺人件数7件つって、もう世界でダントツに低いんですよ。それはそういう社会づくりによってるわけです。その我々の財産を子供とか孫にも引き継いであげたいと。まあ、そういうふうに思いますので、ぜひいろいろ考えていただいて、あと1分だそうなんでこれで終わりになるので、終わりにしたいと思います。どうも熱いところをお聞きいただいてありがとうございます。どうも。